どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ワンハーモニービザゴールドカードの新規入会キャンペーン解説ということで、動画で、ね、やっていきたいなと思います。 はい。ということで、このワンハーモニーってね、聞いたことある方ね、いらっしゃると思うんですけども、こちらね、ホテルグループっていう風になっておりまして、ホテル大倉とかありますよね。で、またね、日光ホテル、あとね、JAL シティグループとかもね、こちらに入っている、まあ、ホテルグループっていう風になるわけなんですけども、三井住友カードからですね、こちらのね、ワンハーモニーのビザゴールドクレジットカードっていうのがね、発行されてるんですよね。で、こちらね、今、新規入会キャンペーンをね、やっておりました で50万円ね利用していただくとですねなんとね5万ポイントね獲得できてしまうっていうねキャンペーンがやってるんですよね で、またね、この5万ポイントをね、獲得すると、このワンハーモニーのね、ホテルグループのホテルステータスもありまして、このホテルステータスね、非常に面白いステータスになっておりまして、ポイントを獲得するとステータスが取れるっていうね、ホテルプログラムになっておりまして、今回ね、5万ポイント取れるっていう風になりますんで、最上級のですね、エクスクルーシブのね、ホテルステータスも獲得することが できるんですよね。で、またね、このエクスクルーシブっていうのは、1万5千ポイントがね、必要なわけなんですけれども、今回5万ポイント獲得することができますので、1万5千ポイント獲得した残りの3万5千ポイント、こちらね、繰り越されるっていうふうになっておりまして、合計ね、3年間、このね、上級会員がね、利用することができるということで、非常にね、得点が盛り盛りになっておりまして、またね、 新規入会キャンペーンで5万ポイント獲得することができるんですけども、私の大好きなんですね。ハワイにね。 日程さえ良ければですね、こちらの5万ポイントで2泊ね、することもできそうですので、またね、今回、ゴールドカードをね、あの、発行していただいて、新規入会キャンペーンのね、利用していただくわけなんですけれども、初年度年会費無料キャンペーンもやっておりますし、三井住友カードのね、クレジットカードということで、マイペースリブをね、利用していただいて、手数料1回あるね、支払いをしていただければ、割引は受けられて、またね、ウェブセベンサーの割引もね、受け入れることができそうですので、年会費もね、かかるようになってもですね、結構お得にね、 利用することができるのではないかと思いますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、えー、まずね、こちらが三井住友カードのワンハーモニービザクレジットカードということで、こちらクラシックカードで、下の方にですね、ゴールドカードっていうのがありまして、えー、日本で、世界で旅のタルスがもっと広がるワンハーモニービザえ、ポイント獲得のチャンスが大きく広がり、上級ステータスのような近道ですということで、様々な場面でご利用でワンハーモニーポイントがどんどん溜まる、カード紛失の際も安心の サポートサービスということで、こちらね、えー、三井住友カードがね、発行しているクレジットカードっていうふうになるんですよね。で、今回ね、紹介させていただくのは、まあ、ゴールドカードということで、えー、年会費ね、1万1000かかるわけなんですけれども、今ね、キャンペーンやっておりまして、初年度年会費無料で利用することができます。で、一応ね、概要ね、軽く、えー、紹介していきたいなと思うんですけれども、えー、提携先はですね、大倉日光ホテルマネジメントということで、で、ポイントサービスは、ワンハーモニーポイントが貯まって、2000円ごとに に10ポイントがね貯まるって言った形になります。一応0.1%還元っていうふうになるわけなんですけども、まあこのね。 ワンハーモニーポイントっていうのはですね、使い方によってはですね、1ポイントで、ね、2円以上とかでもね、利用することができそうですので、こちらね、還元率としては低いですけれども、利用先によってはですね、かなりね、お得に利用することができるのではないかと思っております。で、年会費の割引制度もございまして、えー、ウェブ明細サービス、マイペースリボ、両方ともね、利用することができて、こちらはね、詳細になっておりまして、ウェブ明細利用していただくと、えー、次年度の年会費、ゴールドカードが1100円、それ以外の場合は550円の割引という いうふうになりますんで、ゴールドカードなんで、まず1100円が割引入りますね。で、またマイペースリボのご利用で、リボ払いの手数料のある支払いしていれば、翌年以降、年会費割引になりますということで、初年度ね、年会費無料になりまして、2年目以降、まず1100円が安くなって、 さらにね、こちらね、マイペースリブをね、利用していただければ半額になりまして、こちらね、対象カードにこのワンハーモニービザね、入っておりますので、えっと、5500円になって1100円引かれるんで、毎年の維持のね、費用としては、両方合わせると4400円になりますかね。一応こちら両方書いてあるんで、両方適用できると、 思うんですけどね。そしたら年間の維持費はね、4400円なんで、まあゴールドカードで4400円になればね、かなりいいのではないのかなと。 思います。その他ね、まあ、三井住友カードなんてショッピング保証がついてたりねえ、ゴールドカードなんでね、ラウンジとかもね、利用することができるって言った形になりまして、え国際ブランドは、ビザカードって言った形になります。で、このね、ワンハーモニービザのゴールドカードが、現在ね、新規入会キャンペーンやっておりまして、そのね、詳細がこちらになりまして、2020年3月11日からですね、ワンハーモニービザ新規入会キャンペーンということで、キャンペーン期間中にワンハーモニービザ入会の上、一定量の金額をご利用いただく と、ワンハーモニーポイント、最大5万ポイント贈呈いたします。さらに、大倉にーデールグループご利用の中から抽選で20名の方にスイートルームペア宿泊をプレゼントいたします。ということで、まあ、片方は抽選なんですけども、こちらね、利用していただければ、最大5万ポイントがね、獲得することができるって言い出しになるんですよね。 これがね、非常に強いということで、えー、まずね、入会期間が3月の1日から5月の31日、6月14日までカード発行された方が対象っていうふうになりますので、もしね、こちらのキャンペーン利用されたいっていう方はね、今月中に発行してください。で、利用期間が7月の31日までということで、えー、こちらね、 利用していただくとね、ポイントがもらえるキャンペーンになるわけなんですけどもえ、まずね、10万円利用すると3000ポイント、30万円利用すると2万ポイント、50万円利用すると5万ポイントということで、 アメックスとかに、ね、比べると、えー、決済額がね、かなり少ないんですけども、えー、50万円利用していただければ、5万ポイントはね、獲得することができるって言ったがちになるんですよね。で、またね、えー、こちらは抽選になりますけども、えー、スイートルームがね、当たるキャンペーンも、えー、付帯しておりますということで、こちらがね、えー、ワンハーモニービザー、ゴールドカードで、このカードを発行していただくとですね、まずね、入会で、えー、5000ポイントがもらえるみたいですね。で、先ほどから言っているように、初年度年会費無料、えー、本来1万1000かかるんですけども、初年度ね、 無料でで利用することができますまたね、ロイヤルメンバー特典ということで、このカードをね発行していただくとですね、このワンハーモニーのロイヤルメンバー、こちらにねなることができるんですよね。こちらのページね、見覚えある方ね、いらっしゃると思うんですけども、このね、ワンハーモニーのね、ステータスっていうのは、JAL のね、ステータス、ライフステータスポイントのスターグレードでもね、このステータスね、もらえたりするんですよね。まあ、それはやはりね、この、 ホテル、ジャルシーということで、ジャルのグループホテルがね、利用することができるので、まあこちらね、えー、ジャルのね、ステータス特典にも入っている部分なんですけども、このね、ワンハーモニービザーゴールドカードを発行していただくと、このロイヤルがね、利用することができます。で、レストランの優待であったり、バースデー特典。 で、新聞無料サービス、クイックチェックイン、ボーナスポイント、ボーナスマイル、ロイヤルエクスクルーシブ会員料金。こちらはあれですね、会員料金で安く泊まれるってやつですね。で、レイトチェックアウトで、ワンランクアップのアップグレードですね。で、また、余剰泊ポイント繰り返し特典が利用することができて、宿泊、クーポンが国内外で、ね、5万ポイント獲得した会員の方に、こちらでエクスクルーシブにならないともらえないんですけれども、ロイヤルの方はここまで、 余剰宿泊、ポイント泊、ポイント数繰り越し得点がね、利用することができます。で、こちらはですね、カードを発行しただけでね、 え、利用することができるっていうふうになっておりまして、え、今回のキャンペーンでですね、50万円ね、利用していただければね、5万ポイントが獲得することができるっていうふうになりますんで、このね、ワンハーモニーのね、ステータスはね、こういった形になっておりまして、え、カードをね、ゴールドカード発行するだけでこっちになれるんですけども、5万ポイント獲得すると、こちらですね、1万5千ポイント以上ね、獲得していただくとね、エクスクルーシブになれるんですよね。ですので、今回のキャンペーンで5万ポイント獲得すれば、 一万五千ポイント以上になりますので、これエクスクルーシブね、利用することができて、えこちらのね。 得点が利用することができるって言った形になります。で、またね、えー、宿泊クーポンね、こちら、えー、5万ポイント以上獲得した会員様にね、えー、このご宿泊クーポン、国内外で利用できるのね、付与しているみたいですので、これはちょっとね、あの、キャンペーンでもらったポイントを対象にしてるかどうかっていうのは、正直ね、まだ確認ができておりませんので、おそらくね、もらえるみたいなんですけれども、こちら来年の3月だったかな、えー、もらえるみたいですので、こちらね、一応もらえたらいいなぐらいでね、思っておいてください。 こちらのキャンペーンでね、獲得した5万ポイントがこちらに対象になっているのか、まあ、正直ね、わかんない部分はございます。まあでもですね、1万5000ポイント獲得していただければ、エクスクルーシブになれて、またね、余剰宿泊数、ポイント数、繰り越し特典ということで、このロイヤルメンバー、エクスクルーシブメンバーのステータス、以上のための実績算定期間中に、必要基準を超えて獲得したポイント、宿泊日数、余剰分のみ、翌年以降の 実践算定に繰り越しいただけますということで、まあ、今回ね、1万5 0 0 0ポイントね、なればエクスクルーシブになれるんですけども、5万ポイント獲得することができるっていうふうになりますんで、こちらね、えー、っと、全部で3年間ですね、これエクスクルーシブがね、4万5 0なんでそうですよね、利用することができるっていうふうになりますんで、これもね、めちゃくちゃいい制度ですよね。 でですね、この5万ポイントでね、どういったところのね、ホテルが利用することができるのかって話なんですけども、まあ冒頭に言った通りですね、このね、えー、ワンハーモニーのね、ホテルは、えー、ハワイにもあるんですよね。こちらね、ザ・カハラホテルリゾートっていうね、ホテルなんですけども、こちらの場所がちょうどね、この位置、えー、ワイキキのね、ビーチがここなんですけども、こちらにね、ザ・カハラホテルリゾートっていうのが、 あるんですよね。こちらのホテルで利用することもできます。国内でもですね、かなりね、えー、たくさんホテルあるんですけども、これ関東でもね、こんだけありまして、かなりね、種類がある、えー、ホテルなんですけども、一番お得に使いたいってなると、やはりね、海外、まあ、ハワイのホテルがね、利用するのがね、一番お得っていうところで、このゴルフマウンテンラライルームとかね、24,143ポイントがね、利用することができますので、2泊ね、利用することもできますし、またね、この、 エクスクルーシブ会員になってるとですね、こちらね、アップグレードもね、対象になっておりますので、まあこちらでね、もしかしたらアップグレードしてもらえるとかね、そういった楽しみも利用することができるって言った感じになるんですよね。まあこういったところでね、利用することができて、国内に関してはですね、 食事券とかね、ディナー券とかにも利用することができますので、もちろんね、あの、国内の宿泊でもね、利用することができるんですけども、こういったね、ディナーコースとかもね、利用することができますので、結構ね、いろんなところで利用することができるのではないかと思いますので、興味のある方はですね、ぜひね、こちらチェックしてみていただければなと思います。で、このね、宿泊のね、ポイント宿泊の検索だけで,ですね、 このワンハーモニーのね、あの会員登録、まあ無料で利用することできるんですけども、こちらね、あの会員登録しないとですね、ステイアワードっていうこのポイント宿泊はね、見ることができなくなってるみたいですので、もしね、ホテルで使ってどんな感じでホテルで使えるのか見たいっていう方は、会員登録してからですね、検索ね、してみていただければなと。 思いますこちらね、結構良さそうですよね。まあ、先日の、ね、ホテルニューオータイのクレジットカードもございますけども、まあ、どちらでもね、まあ、こういったね、感じで利用することができて、まあ、こちらね、三井住友カードの今回、ワンハーモニービザのね、クレジットカードで、まあ、先日ね、ホテルニューオータイのね、クレジットカードでえ、ポイント宿泊ね、してきましたけれども、まあ、同じような感じでね、かなりお得にね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、あちらとね、違う点としては、こちらがね、V ポイントで交換することができない ポイントなんですよね。あの、ホテルニューオータリーのポイントはね、まあ、プレミアムクーポン券っていう形で、まあ、 v ポイントをね、交換することができるんですけども、このワンハーモニーの方のね、ポイントは、えー、交換することがね、v ポイントからはできないんですよね。まあ一応ね、余談なんですけども、えー、JAL のね、マイルから、えー、1000マイル5000ポイントではね、交換することができるんですけども、まあ半分になってしまいますんでね、まあそんなにね、あの、お得感はないんですけども、一応ね、あの、交換することができます。で、またね、えー、こちらもね、1000マイルで、えー、5000ハワンハーモニーポイントになりますんで、まあ3万マイルあればですね、こちら がね、エクスクルーシブにねなることも。まあ一応できることはできるっていう風になるんですよね。一応こちらはね。知識としてはですね。覚えといてね。いただければなと思うんですけどもまあ、こういった感じになっております。で、先ほどのね。こちらの宿泊クーポンありますよね？ えー、5万ポイント以上ね、獲得した場合ね、もらえる、えー、こちらの宿泊クーポンなんですけども、こちらね、一応先ほども言った通りですね、キャンペーンで獲得したポイントでもらえるかどうかはね、ちょっとわからない部分はございますけども、こちらね、利用先っていうのは、まあ、こういった感じでね、利用することができるみたいなんですよね。まあ、宿泊クーポン、1枚でね、利用できるところはかなり少ないみたいなんですけども、まあ、一応ね、こういった感じで利用することができますので、一応こちらもね、もらえるかもしれないっていうところですよね。 はい。ということで、今回ですね、ワンハーモニービザゴールドクレジットカードの新規入会キャンペーン解説ね、させていただいたわけなんですけども、ちょっと私はですね、どうしようかな。 7月31日なんですよね。ちょっとね、私は今メインカードをね、ヒルとアメックスプレミアムカードでね、あの全部突っ込んでおりますので、ちょっと迷うな。でも7月の31日までにね、50万円使えばですね、ハワイのホテルね、2泊できるのであればですね、ちょっと発行しておきたいですよね。ちょっと私もね、今月中考えてね、発行するかどうかね、検討したいなぁと。 思います。ぜひね、えー、こちら、えー、利用してみたいよっていう方はですね、ポイントサイトにね、このクレジットカードね、案件ございませんので、えー、概要欄にですね、公式サイトを載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、P p 診断、マイル診断、マイルクレク診断、ポイントサイト診断ね、やっておりますので、ぜひね、こちらからチェックしていただけるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ